もうね、もうなんかこう最近思うんですけど、もうすごく道場楽しいんですね。で、自分自身はもう道場を主催してるんですけども、もうなんか僕自身は、坂本道場生のような気持ちの坂本道場長みたいな、まあ、師範みたいな感じになってます。だから本当に楽しい楽しい楽しい、本当自分自身がやってて本当楽しい道場で、本当にもう家みたいな、道場ですね。お互いにえいっ、当道場に関しては本当にですね、さまざまなカリキュラムを、設けております。で、初めての方でも本当に楽しんで、空手をやっていただけるような、道場になっております。主な特徴としまして、本部道場においては空手道場と学習塾を併設する形で、運営の方をやっております。当道場の、指導モットーは文武両道ではなく文武一道です。この文武一道っていうのは勉強と空手だけではないし、仕事と空手だけでもなく、本当にですね、勉強で苦しい時も空手で苦しいことを乗り越えていけば必ず道は一つに通じていくところがあるんではないかなと思います。子どもたちがちゃんと考える場に、そういったことができる場所にしていきたい。あともう一つは必ず空手道と、空手と勉強、どちらも一日にしてならずという日々の積み重ねじゃないと得得するもの、理解できるものってものはないんじゃないかなというふうに思いますので、それを日々繰り返す、毎週毎月繰り返す中で得得していく、そういったものが非常に似てるんじゃないかなというふうに思います。まあ空手も頑張れば勉強も良くなる、仕事も良くなる。武道の本質っていうのは日常生活の心の在り方、空手道は日常生活の心の在り方にあるっていうところまで突き詰めてもらえるような空手道を、この道場から指導していけたらなと思います。キッズクラスに関しては、カリキュラム的に、お子さんの集中力、目の力を養えるビジョントレーニングなどをですね、自分も、様々な一応トレーナーの方の活動も同時にしておりまして、その中から、子どもの発育に重要な、トレーニングを交えながら、空手の基礎的な動作、そういったところを踏まえて、まあ、初歩の階段を、登るような稽古体験になっております。おっす。ジュニアクラスに関しては、本当にの学年も上になりますので、大会もホームを目指して頑張っているというクラスがあります。まあ、今ドリームフェスティバルという名前になっているんですけども、全国大会を目指して稽古する。で、何人か去年も、全日本で準優勝した、ジュニアで準優勝した生徒など、さまざまな目標に合わせていく中で、最終的には全国大会ドリームフェスティバルで一番になるというところを目標に、仲間と協力し合って頑張っているクラス、これがジュニアクラスになっています。ドリームカップっていう全国大会で優勝したいです。坂本師範みたいに強くなりたいです。坂本師範に勝てて全世界で出たいと思います。一般部に関しては、本当に中学生以上が対象になっておるんですけども、バリバリ全日本大会、世界大会を目指す選手はもちろんのことながら、上は75歳のお年を召された方まで、来られる中で、本当に老若男女ですね、空手を取り組むような、稽古体験、そして、まあ、施設クラス別の方も数を取り揃えておりますので、空手は怖いなと思う方でもですね、飛び込んでこれるような、そしてですね、楽しんで稽古できるようなクラス構成などをさまざま用意しております。ボス。そうですね、やっぱ、体も鍛えられるっていうのと、それとともに、心も、強くなれることがとても魅力的だと思います。自分の心も強くなるし、礼儀とかもしっかりできるようになるので、褒められることが多くなりました。
もう本当にこれはですね、指導者冥利に尽きるところなんですけども、本当にあの入会した当初は泣いてばかりの小さな子供が少しずつこの時間と時を道場で過ごす中で自分で殻を破ってね、もう多分出てくる時には恐怖苦しさがあると思うんですけども、その中でもやっぱ出てきた瞬間に立ち会えた中で空手を通じてみんなの前で喋ることも自信を持ってできるようになりましたとか、自分の自己主張などをしっかりとできるようになってきたっていうのはすごく嬉しいところでありますね。オス。肩であかんところは言ってくれるし、いいところも言ってくれるのでいい先生だと思います。まあ、楽しい方で、その、まあ、人望もあって勝手に皆が集まってくるっていう、そういう存在ですね。もう本当に家族みたいな感じで接していただいてます。オス。本当に坂本道場、自分で言うのもなんなんですが、本当に楽しく、そして共に向上できる道場だと思っておりますので、ご縁ありましたらぜひ坂本道場に足を運んでいただけたらと思います。おっす。